昭和2年に撮影された芥川龍之介と菊池博史です。この年、芥川はぼんやりした不安という言葉を残して自殺します。誰もまだ自殺者自身の心理をありのままに書いた者はいない。君は新聞の三面記事などに生活難とか病苦とか、あるいはまた精神的苦痛とか、いろいろの自殺の動機を発見するであろう。しかし僕の経験によれば、それは動機の全部ではない。のみならず大抵は動機に至る道程を示しているだけである。少なくとも僕の場合はただぼんやりした不安である。何か僕の将来に対するただぼんやりした不安である。